小野小町、小野小町、小野小町、生没年不詳は、平安時代前期9世紀頃の女流歌人。六歌仙、三十六歌仙、女房三十六歌仙の一人。小野小町の詳しい系譜は不明である。彼女は、絶世の美女として七、小町など数々の逸話があり、後世に、脳や浄瑠璃などの題材としても使われている。 だが、当時の小野小町像とされる絵や彫像は現存せず、後世に描かれた絵でも後ろ姿が大半を占め、素顔が描かれていないことが多い。系図集、尊孫文脈によれば、小野一族である、小野高村の息子である、では軍事、小野義間の娘とされている。しかし、小野義間の名は、尊貴文脈にしか記載がなく、他の資料には全く見当たらない。加えて、 数々の資料や小説から、小町の生没年は、天朝2年、825年、正体3年、900年の頃と想定されるが、小野高村の生没年、延暦21年、802年、22年、853年を考えると高村の孫とするには、年代が合わない。他に、小野高村自身の娘、あるいは小野滝尾の娘とする説もある。結者として、 古今和歌集には、小町姉、小町が姉。古仙和歌集には、小町孫、小町が孫。他の写本には、小町がいとこ、小町名、小町が名という人物が、見えが存在が疑わしい。さらには、人名天皇の恋、小野義子、あるいはその妹で、また、文徳天皇や聖和天皇の頃も仕えていたという、説も存在するが、確証はない。このため、 格説も伝えられている。また、小町は、本名ではなく、町という字が当てられているので、高級に使える女性だったのではと考えられる。ほぼ同年代の人物に、三条町、岸塚、三国町、人明天皇王子帝等のが存在する。前述の小町姉が実在するという前提で、出羽国の軍事の小野一族の娘で姉妹揃って、宮遣いする際に姉は、 小野町と名付けられたのに対し、妹である小町は、年若い方の町という意味で、小野小町と名付けられたという説もある。生誕地については、伝承によると、現在の秋田県湯沢市小野と言われており、晩年も同地で過ごしたとする地域の言い伝えが残っている。ただし、小野小町の真の生誕地が、秋田県湯沢市小野であるかどうかの確証はなく、平安時代初期に、 では国北方でのエゾの反乱で、では国府を、木の浅く、山形県酒田市に移しており、その周辺とも考えられる。この他にも京都市山科区とする説、滋賀県彦根市小野町とする説、福井県越前市とする説、福島県小野町とする説、熊本県熊本市北区植木町小野とする説、神奈川県厚木市小野とする説など、生誕伝説のある地域は全国に点在しており、 数多くの遺説がある。東北地方に伝わるものはおそらく、古今和歌集の歌人目録中の、出羽軍事娘という記述よると思われるが。ただ、小野氏には、道の区国に、ゆかりのある人物が多く、小町の祖父である、小野高村は、青年時代に、父の尾野見守に従って、道の区国へ赴き、キューバをよくしたと言われる。また、小野高村のいとこである、 尾野遥は,は若い頃辺境の地に暮らしていたことから、恵比寿後にも通じていたという。前述の秋田県湯沢市尾野で過ごしたという説のほか、京都市山品区お野は、尾野市の栄えた土地とされ、小町は晩年この地で過ごしたとの説がある。ここにある随心院には、外場小町像や文塚など史跡が残っている。後日の、花の色は、の歌は、花が色あせていくのと、 同じく自分も年老いていく姿を嘆き歌ったものとされる。小野小町のものとされる墓も全国に点在している。このため、どの墓が本物であるかは分かっていない。平安時代くらいまでは、貴族も風葬が一般的であり、皇族等は別として、墓自体がない可能性も示唆される。花風はその情熱的な恋愛感情が反映され、千、0愛縁。 柔軟延命である。ここ和歌集序文において、きつらゆきは、彼女の作風を、万葉集の頃の清純さを保ちながら、なよやかな王朝ロマン性を漂わせているとして、絶賛した。人形天皇の知性の人物である、有原の成平や、ふんや、安秀、吉峰、宗さだと和歌の贈答をしているため、実在性が高い、とする説もある。実際、 これらの歌人との贈答歌は多く伝わっている。次の歌からも美女であったことが伺える。これは、百人一首にも選ばれている。小野小町を題材とした作品を総称して、小町ものという、小野小町を題材にした七つの洋曲、総支払い小町、通り小町、大無小町、関寺小町、外葉小町、天恋小町、清水小町の七、小町はある。 これらは和歌の名詞として、小野小町を称えたり、深草少将の桃代がよいを題材にしたものと、年老いて小記となった小野小町に題材にしたものに大別される。後者は農作者らによって徐々に形作られていった水老落白説話として、中世社会に幅広くルフした。鎌倉時代に描かれた野ざらしにされた美女の死体が、動物に食い荒らされ、ウジ虫が湧き、 腐敗して風化する様を描いた旧宗子絵巻は、別名を、小野小町旧合図と呼ばれる。モデルとしては他に、男林皇后も知られ、両人とも、我しなば役な舞胸屋に捨てて痩せたる、飢えたる犬の腹を肥やせ、よ、の歌の作者とされた。六河川の一人として三話から五話にかけて登場。声を演じたのは、遠藤綾。原作者であり、監督の新海誠は、 小野小町の古今和歌集の和歌から着想を得て、この作品を作ったとしている。思いつつ寝ればや、人の見えつらむ夢と知りせば冷めざらましを、現代語訳、あの人のことを思いながら、眠りについたから、夢に出てきたのだろうか。夢と知っていたなら目を覚まさなかっただろうものを。小野小町と深草少々の、桃代がよいのごとく、釘の裏切りに傷ついた。 白病死への思いを証明しようとした、面出し、孫志郎、縁、なだか達郎は九十九夜を最後に通いは途絶えた。時は、流れ、転生した孫志郎は、現代の京都で低温科学研究所に勤務する、青年、山村三郎、縁、なだか達郎として幸福な結婚をするが、前世の恋人が死ぬことなく四百歳の妖怪、氷女と化して、 真夏のに異常気象で酷書に見舞われる、キララ坂に現れて、男性を次々と死なせる事件を引き起こし、百日行の残り一日を目前にした修行像、吉心、縁、小林義弘や、三郎の父、山村孝吉、縁、足屋昭丸も犠牲になった。京都府警の早川六助、縁、遠藤達夫は捜査の過程で、記録にあるだけでも戦後から5件も、 同様の怪事件が起きていることをシリコン枠する。さらには、妻、タミコ、エ村田美幸も、氷女を目撃したショックで、目が見えなくなり入院してしまう。その一方で、氷女の前に、非号の死を遂げた悲心の怨霊が出没して、恨み事をぶつける。真夏の投資事件の記事を読んだサブロは、父が恋焦がれた着物デザイナーの九条沙織、縁宇都宮正代が、 人間の法律では裁けぬ妖怪だと確信して、罠を仕掛け、背後から忍び寄った氷女にナイフを突き刺して、致命傷を与えるが、彼女は、サブローの前世である孫四郎の恋人であり、サブローの妻は、サオリの妹の天章だった。死に際、妹を幸せにしてやってくださいと言い残し、サオリは呪われた人生の幕を閉じた。その直後、タミコは、目が見えるようになる。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。